皆さんごきげんよう、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、主に技術面から兵器の解説をしているよ。前回は、その部位について解説したけど、探知した潜水艦を攻撃する兵器、爆雷のことが気になったから調べてみたよ。爆雷って、駆逐艦から落としたり飛ばしたりする、円筒形の艦みたいなやつだよな。映画や記録映像でよく見るけど、みんなあれがどんな仕組みになっているのかは、知ってるかな？水圧で起爆することは知っているけどな。詳しいことはよくわからないぜ。爆雷は、第一次世界大戦初期にイギリス海軍が、U ボート対策用に開発したのが始まりで、1916年に旧シップが U68 を撃沈したのが、最初の戦からしいよ。第一次大戦中は、まだソナーの能力が低くて、爆雷での撃沈は少なかったけど、第二次世界大戦時には、ソナーの能力が上がって、爆雷が主要な対戦兵器となっていたんだね。これを駆逐艦の船尾から落としたり、投射機で飛ばすんだな。この爆雷の仕組みについて解説するよ。お願いします。大戦中にアメリカ海軍が使っていた爆雷、マーク6を例に、構造と仕組みを見てみるよ。マーク6は、こんな円筒形だね。他の国の爆雷も、ほとんどこの形だな。内部は、こんな風になっているよ。中心が空洞になって、上下に装置がついてるんだな。上がピストルと呼ばれる起爆装置で、下がブースターという TNT 爆薬が入った缶だよ。空洞の外側には、TNT 爆薬が詰まっているよ。思ったより複雑な構造だな。これでどうやって爆発させんの？水中に投下すると、水圧でピストルとブースターが、中心に移動してきて合体するよ。この状態になると爆発可能だよ。なるほど、水中に落とすまでは、爆発しないようになっているんだな。安全装置のような仕組みだね。爆発する振動は、専用のレンチを使って、メモリを合わせるよ。外側に、30から300フィートまでのメモリがついていて、中心に、さらに300から600フィートまでのメモリがついているよ。最大600フィートまで設定できるんだな。大きい数字に合わせるほど、このスプリングの抵抗が大きくなるんだね。そして設定した振動に達すると、激振が入っているピストンが下がってきて、ロックしていたボールが外れて、激振が勢いよくデトネーターにぶつかるよ。そしてデトネーターの爆発でブースターの TNT が爆発、さらに本体の TNT が爆発するよ。爆雷は、船尾の爆雷投下機場や、爆雷投射機を使って投下されるよ。投射機は、片弦用の警報と両弦用の Y 砲があって、発射薬の爆発力で爆雷を投射するよ。護衛駆逐艦には、爆雷機上2機と投射機が数機搭載されていたよ。爆雷の問題点として、水中に投下すると不規則な動きをして、進行速度が一定にならなかったり、設定した振動に誤差が生まれやすかったりするということがあったよ。ああ、なんかフラフラするように回りながら落ちていくあれだな。それを改良したのが、マーク9爆雷だよ。マーク9爆雷は、従来の爆雷と違って形が流線形になって、さらに安定させるためのフィンも付けられたよ。爆弾のような形になったな。この形になって、まっすぐに沈んでいくようになり、沈降速度が、マーク6の3倍ほどになったよ。この沈降速度の差は大きくて、撃沈される潜水艦が飛躍的に多くなったそうだよ。それだけ潜水艦の近くに落ちてくることが多くなったんだな。それでも、爆発振動どれくらいにするのかが難しそうだな。ソナーで探知した振動に合わせるんだろうけど、なかなかタイミングよく爆発しないだろうね。潜水艦も振動変えたりするからな。後ろや側面から投下したり投射するから、ソナーで探知した位置に落とすのも難しそうだよね。前で探知して、後ろや横に落とすから、なかなか正確な位置に落とせないんだな。あと、爆雷は爆発力が大きいから、しばらくソナーが使えない、空白時間ができてしまうということがあったみたいだね。その間に、潜水艦が探知から逃れてしまうんだな。船団を攻撃する U ボートに対する、護衛駆逐艦の対戦戦術例を見てみるよ。この例では、船団の中に U ボートを発見すると、護衛駆逐艦は反転して、後ろに回るよ。次にソナーで探知しながら、後方に逃れようとする U ボートに近づくよ。
そして一斉に爆雷を両側にばらまきながら、U ボートの上を通り過ぎるよ。点ではなくて、面で攻撃するんだな。こうすると U ボートは、どこへ逃げても爆雷の網にかかるよね。それでも爆雷の網をくぐり抜ける U ボートはいるよな。そんなこともあるから、探知だけをする護衛駆逐艦を配置して、常に位置を確認して誘導することもあったよ。それでも爆雷が海水を引っかき回して、ソナーの探知ができない間に逃げられることもあるよな。複数の艦で大量に爆雷をばらまく攻撃は、有効かもしれないけど、あまり効率的とは言えないよね。対戦後期になると、さらに効率的な攻撃ができる対戦兵器が登場するよ。ああ、あれだよな。次回は、みんなが知ってる、あの対戦兵器なんかを解説するよ。ご視聴、ありがとうございました。これからも兵器の技術的な側面に焦点を当てた解説をする予定だよ。よかったらチャンネル登録よろしく。また次回も、ゆっくりしていってね。